ジャイアント馬場がとうとうトップに立ちました。さて本日の好一番でございます。チャンピオンカーニバル現在のところ第2位とそれから第4位ジョナサン対ブッチャーの対決でございます。さあ会場はおなじみの手を風呼べよ嵐が鳴り響いております。ものすごいゴーゴーたる声援でございます。さあどっちが先にやってまいりますか。アブドラザブッチャーです。黒い今日九州上陸でございます。アブドラザブッチャーの登場、そしてドンデオジョナサンも反対側のコーナーに入りました。この試合だけは本当に予断が許しません。予想がつきません。素晴らしい名イベントを迎えております。アブドラザブッチャードンデオジョナサン戦でございます。さあ無傷の4連勝でございます。勝ち点8ドンデオジョナサン、アブドラザブッチャー勝ち点は現在5でございます。本日の好一番なんですが、まずこの試合予想立てられますか。いやーちょっと難しいですね。まあしかし本当にね、その戦いの前から何かゾクゾクするようなスリルと言いましょうか、はい、もう長年この解説をやってましてもね、まあ、こういった試合は滅多にないですからね。そうですね、さあゴングが鳴りました。規定によりまして試合の方はチャンピオンカーニバル30分の一本勝負で行われますが、優勝候補の筆頭と言われました山田さん、アブドラザブッチャーですが意外に星が伸びませんね。そうですね。ということはこの九州サーキット九州決戦は覇権奪回の道が完全に閉ざされるか、環境の一角に残れるか、大事なサーキットですね。特にこの今日のですね、はい、対ジョナサン戦というのがジョナサンがまあ現在ね勝ち点8を上げて非常にいい成績を残して、しかも本格派の実力派であると、はい、いうことからも大事な一番ですね。そうですね、このドンデオジョナサン、そしてアブドラザブッチャーの一戦は50年のオープン選手権以来の対決でございます。あの時には、ドンデオジョナサンが調子を出さずじまいでアブドラザブッチャーが勝ちましたね。そうでしたね、さあまず蹴りを入れました。しかしねジョナサンというのは大変にね体が大きいだけあって怪力です。そうですね、ブッチャーの巨体をですね、楽々と持ち上げることさえできると思いますね、はい、まず空手のスタイルを見せました。過去このアブドラザブッチャーを持ち上げた選手はストリーファンクジュニア、それからジャンボ鶴田以外にありません。この怪力男のドンデオジョナサン、果たして怪力を利しましてアブドラザブッチャーを投げ飛ばすことが持ち上げることができるか。指つきです。山田さんね、アブドラザブッチャー4本の指に絆創膏を巻いてますね。そうです。これはどういう理由ですか。いや、やはりね、この指を使ってフルにですね、はい、その地獄突きをやろうということから保護してるんだと思います。そうですね、その指つき、地獄突きがヒットしておりますが、ドンデオジョナサンもボディにものすごいラッシュ、ボディ攻撃を見せました。ジョナサン激しいラッシュ攻撃であります。ジョナサンの、ね、手の甲が真っ赤になってますね。本当ですね、文字通りスケールの大きい大型同士の肉弾戦でございます。年争いの上でも非常に大事な一戦でございます。ドンデオのジョナサンは現在勝ち点8、ジャイアント馬場が今夜モレロを破りましたので勝ち点9、3対1点、現在第4位であります。アブドラザブッチャー勝ち点5、猛烈な地獄突きを見せました。今のところね、ブッチャーのこの地獄突きなかなか効果を上げてますね。ちょっとヘッドバットでございます。先ほどから見せておりました空手流の地獄突きですが、山田さんね、去年の暮れ注目を集めて行われた世界オープンタッグ選手権、その後アメリカに帰ってこれまた流血を演じたアブドラザブッチャーですが、今やアブドラザブッチャーの空手速報はアメリカのナンバーワンの使い手と言われているそうですね。そうですね、特にね、今度のその地獄突き、このタイミングの取り方や何かですね、今回帰った時にいろいろ研究してきたと、自分でも言ってるだけにですね、怖いですね。なるほどね、昨年の世界オープンタッグ選手権の時にはザ・ファンクスの弟に行きましたね。今ね、後ろからの攻撃、ヘルバット、そして地獄突きであります。ファンクスの弟、セリーファン、今度はカウンターのキックを見せました。ドンデオジョナサンでございます。行きますね、怪力男ドンデオジョナサンであります。モルモンの暗殺者とも言われております。ジョナサン、アメリカではそのテリーのお兄さんドリファンクジュニアのテリーもヒットを与えたと言ってますよね。そうですね、何かジョージア州アトランタの試合でね、左の肩をね脱臼させたというような状況です。下から突きました、猛烈な地獄突き、そして大きく腰に乗せた、今のは柔道技です。キックで返す、ダブルキックで返しました。ドンデオジョナサン、さあ全体重を乗せるか、拳突きですね。そうですね、ダブルですね、しかもね、体重は
けてますね、はい、相手が地獄でやってくると思えば権田おじゃまさんも負けてはおりません。目には目を、両方の拳をがっちりと掴みましての拳突きでございます。権田おじゃまさんでございます。ロープに逃げました。さあまた行った、おっとトップロープから場外に落ちた。ものすごい攻撃だ、アブドラドブッチャー。さあ追い打ちをかけますが、おっと完全にマットの上で伸びております。大の字になりました権田おじゃまさん。さらに追い打ちをかけます、アブドラドブッチャー。本部席の硬い椅子の上に、机の上に2人をぶつけました。猛烈な攻撃、猛烈な攻撃です。現在勝ち点5、アブドラドブッチャー。現在トップのジェギアンとバーター4点差。大事な試合であります九州サーキットの初戦。やはりね、今のところスコアが伸びてないだけに非常にブッチャーは慎重に戦っておりますね。ははこの試合でもね、下手に両者リングアウトというようなケースになっては大変だという考えがおそらくあると思います。なるほどね。覇権奪回のためには第一のターゲットはジャイアント馬場を挙げておりましたが、このジャイアント馬場戦はすでに横浜で試合が終わりました。あの試合は30分フルタイムの時間切れ引き分けでしたね。そうなんですね、ブッチャーのね、あの30分の血だるまのね、はい、本当に文字通りちびどろの死闘ですね。もうちょっと予想もできなかったことですね。またしても狂気シューズにおきまして場外に放り投げました、そのアブドラザ・ブッチャーでございます。あの試合なんですが、私は短期決戦じゃないかと見ていたんですが、このアブドラザ・ブッチャー、非常にスタミナもありますね、ま、考えられないような、ね、スタミナですね。そうですね。それからあの時にイヤウケアですとか、あるいはモレルですとかが援軍に回りましたね、それも後半戦ちょっと謎の援軍という感じがしましたね。そうですね。さあドンデオジョラさんがリングの中に入ってまいりました。ドロップキックだ、大型ドロップキック、ドンデオジョラさん。そしてもう1回連続攻撃、スピードがありますね。ありますね。そして大きく持ち上げるか、アトミックドロップ、肩のところまで持ち上げました、アトミックドロップ。そして今度はボディープレッシャーがダメだ、ボディープレッシャーがダメ。今左に当たりましたね。左を突き当てました。そしてエルボーでいくか、エルボーでいくか、エルボードロップ、アプローチ持った、そのまま抑え込んだ、決まるか決まるか、決まった、やりましたね。さすがに強いブッチャー、いやー驚きました。さすがに強いブッチャー、勝ち点2を上げました。いや相手がね、ジョナサンだけにこの星は大きいですね。本当ですね。堂々勝ち点2を上げまして勝ち点7といたしました。国家回数3位でございます。9点8点7点と三強が揃ってきましたね。あのね、ブッチャーのランランと光るね、はい、すごいですね。そうですね。さあドンデオジョナサン痛い星を落としました。ドンデオジョナサン初黒星ですよ。そうですね。それこの試合はアブドラズブッチャーを褒めなきゃいけませんね。この一戦はね、文句なしにね、ブッチャーの恐るべき底力というものをね、うまく評価していいでしょうね。場外の乱戦はほとんどありません。ストロングスタイルで勝ちましたね。そうです、さあ徐々に調子を上げてまいります。アブドラザ・ブッチャー、ドンデオジョナサンの方は8点で黒星がついたんですが、今後どうでしょうかね。いやこれはね、まだね、あの1敗ですからね、はい、まだまだ残してますね。そうですか、ね、序盤戦とうとう優勝候補の3強に上がってまいりました。アブドラザ・ブッチャー勝ち点2を上げました。そのジャンプしてのエルボードロップ、もう一度スロービデオで振り返ってまいりましょう。落差がありますね。すごいですね。ものすごい勢いでエルボードロップを突き刺しまして勝ち点2、堂々優勝候補のドンデオジョナサンで序盤戦で破りましたアブドラザ・ブッチャーでございます。